私が中学2年の頃の不思議な出来事。その頃姉がもう家を出ていたので、私は姉が使っていた部屋を自分の部屋として使っていた。そこには姉がもう使わなくなった服が溜まっている、大きくて古いタンスがそのまま残されていたのだが、ある日目覚めるとそのタンスがひっくり返っていた。上に乗っていた目覚まし時計はそのままで、完全に上下が入れ替わっていたのである。目覚ましを止めようとしてそのことに気づいたとき、私は不思議とか怖いとか言う前に笑いが来てしまい、笑いながら母親に報告した。しかし母親はその事実を確認すると、驚くほど厳しい顔で姉に電話をかけた。そういう意味では信心深い母は、姉の所有物だったタンスの異常を、何かの予兆として感じ取ったのだろう。電話をしたとき姉はもちろん無事だった。しかしその約1週間後、姉の住んでいたアパートは何者かによって火をつけられ、姉は帰らぬ人となってしまった。火をつけた犯人はまだ捕まっていない。